みんなちーす、はい、笛のね、簡単なね、吹き方とか持ち方とかこれ教えるでね、見てね、ほんとね、じゃあまずね、構え方ね、まず構え方からね、構え方、ちっちゃい笛はね、こうやって真横、ほとんど真横にしてますけど、こうやってこんな感じなんです。で、でかいのがね、ちょっと待って、笛を変える気で。でかいのはね、こんな感じで。うお、危ない。お気をつけください。水圧で。こうやって斜めに、こうやって。こんな感じで、こんな感じで持つね。こんな感じ。でね、あと指の持ち方だね。あんたこっち寄る？指のね、押さえ方。まあ、普通はこうだね。うん。こんな。あ、立てるとね、全部入らないの。うん？うん、全部はなきゃいいんだって。こうで手元だけ取りやもん、うん、手元のこれ持ち方を手元取ってる、うん、こんなこんな肩ぶつけんやけ、右手左手が左手こんな感じやけ、うんうん、これはまあ遅くの持ち方だよね。あとこっちもこう、これ長でかいからこう薬指をこう置いて小指でこっち持ったりする。まあ普通はこうだね、こんな感じで持つね、うん、でかいのはこうやって持つ。でこっちもこうやって持つし、あとこうも持つね。ここでこう挟んで。もうちょっとゆっくりの方が分かりやすいかも。どういうこと？その持ち方が2種類あるのの。あ、本当か。1個目はこう。1個目がこうで、うん、左手ね。1個目がこうで。はい。ま、うん、っすぐ伸ばすね。うん、そうそう。大体まっすぐ緩やかに伸ばすね。小指と親指でここを持って、持って、うん、で。ちょっと引きがいいかな。うん、こうやって。うんうんうん、でもう一回、もう一人の持ち方は、はい、こういう持ち方、はい、うん、こっちから取った方がこういう持ち方、うん、こっちはこんな感じ。ここで挟んで、こうやって、はい、こうやって挟んで、うん、で、あのここの薬指がまっすぐ伸びて、うん、でそれで笛なりにこう伸びる。あ、違う、逆、違うわ。それは先1回目のやつだ。2個目のやつは、こう挟んで持ってから、はい、薬指がまっすぐ伸びて、うん、あとは笛なりにこう曲げて、ここの曲げて、うんうん、曲げて押さえる感じね、こうやってね、うんうん、こう、うん、で小指でここ押さえて持つ笛を、うん、こう、ここあまりね、こうね、グキってね、力いっぱいね曲げるとここが痛くなるけどね、緩やかにこうちょっとこう緩くこう描くような感じで持つと、うん、ここが完全に痛めないで済む、うん、感じだね。でこっちが普通はこうだね、うん、ちょっと待って、ちっちゃいやつだと上がりやすい。こっち持ち方、うん、こうはね、もう見せるわ、手が熱い、チンチンなっちゃう。こうはね、はい、うん、まっすぐ伸ばして、まっすぐ、うん、まっすぐ緩やかに、うん、親指はこの薬指と、じゃあ長指と薬指の間ぐらいにこうやって下に置く、うんうん、でこうだね、小指はここを押さえる。こうはね、こんな感じ、うん、で大きいやつとかだと、この小指で押さえる、ここちょうどこう薬指と親指でこう同じようなところを挟むような感じで持って、うん、でこうやってパカパカパカ、うん、あとはもう普通にもう置くだけでもう塞がらけよ、これだと、うん、ここが広い気、こんな感じだね、うん、であと次は吹き方はね、あの全部指に上げた方が音が一番出やすいき、最初初心者の人は特に、あの、あ、いけ、なんか足がいけ、なんか食われたかな、こう全部開けて開放全開して吹くね、こうやってね、それが一番音が出やすいき、最初はこの低音の全開の音だね、ちっちゃい笛だと。これは大きい D 管だけど、こっちがね、ちっちゃい、やや小さい A 管だね。大体こんくらいで最初始めると思う。女の子はそうね、こんなちっちゃい A 管とか、ちっちゃめの A 管とか、標準のちょっと大きい、1音低い標準の G とかから始まると思うね。
男も大体標準の G ぐらいから始めるんじゃないかな、みんな最初は。で、中音の、いやいや、低音の、全開だから、この音だね。この音。で、この音が出たら、一音ずつ下がってくるね。で、これね、大体最初は出なくなる、出なくなるから、またこう、一個持ったり、また全部持ったり。で、音がこう、綺麗な音になるように。綺麗で長い音を出す練習をする。ロングトーンってやつだね。で、だんだん。低音まで行くんだけども。低音は基本的に全部塞がってれば音は出るき、出ないってことはどっか塞がってないってことだき、持ち方の練習をすればちゃんと綺麗に収まるんだき、うん、そんな感じかな。だいたいそんなもんかな、うん、初心者、一応初心者向けの講座やね、これね。他なんかあるかな。 あ、吹き方、吹き方、吹き方のところが、俺今日ひげ綺麗な、今洗面台が漏電して壊れてていう、うん、ひげが切れないんだよね。全部、うん、アップするのか、うん、いいんじゃない。で、これこんな感じだね。唇の形がちょっとこうニコッと笑ったみたいに、あの横に伸ばす感じだね。よくあのつぼめて尖らす人がいるけど、それは間違いやき。あのね、こうどっちかというとこう横に左右に薄く伸ばして、こうキュッと両側で両端でキュッとこう唇を締める感じだね。中はリラックスして力抜けてる。力入ると唇の形が変形して音が出ないから。あと、あのリシベはね、他の欲米と比べて、あ、夢、歌口がでかいから、ここをね、半分かね、3分の2ぐらいこんな塞いで、下口で塞いで吹く気。うん。で、その、あ、ごめんごめん。こんな感じで、押さえて、塞いでね。ちょっとひげで見えます。ん？ひげで見えん。ひげで見えん？横からなんとか見えんか、こうやって。今度またひげ切って、うん、はい、切ってからもう一回お願いします。で、あのこの下唇で、あの歌口を追う時も、あの押さえつけたらダメだっけ。押さえつけると下唇が変形してまでも音が出ないんでね、うん、こう軽く乗っけて、あくまで軽くね、力抜いて、全てがそうだね。指もね、こう体の姿勢もそうだね。足の先に力が入るだけでも音色は全然違ってしまうわけね。で、メリカリって言って、どっちか見た。これがメリで、これがカリかな、多分。ちょっとメリカリしてみて、こう一番こう吹きやすいとか、こう自分の好みの音色が出るとかいうところでこう吹いてみてね。ただね、あのただ吹くときは、吹くときよりも曲を吹くときの方がこうめってこうちょっとこう押して、静かにでもこう音色をこう伸ばして、こう押して伸ばすって感じかな。うん、そういう風にこう演奏した方のがこう曲の表現とかをしやすい場合の方が多いね。だからこう棒引きする時はとかだけど、曲を吹くこう時とかだと、こうちょっと練ってか練って、めって吹いた方がいい場合が多いね。こう即興とかでこう大きな音で吹くとかだったら、ちょっと仮気味な感じで、でこう開放的で、こう音色が大きくて、こううわーっとこうエネルギーを周りに放つような感じで吹くと、こう即興的に、いや、あと音色を純粋に楽しむときにはいいかもしれないね。ちょっと勝手に吹いてもらうね。大体こんなもんかな。以上です。第1回講座終わりです。どうもありがとう。バイバーイ。